はい、コンサドーレを応援する山口家です。今日は2022年の12月17日です。まあ、12月の中旬のね、1週間ぐらいのコンサドーレのニュースっていうのをちょっと振り返っていきたいと思います。こんな感じで振り返っていきたいと思います。まず1つ目ですね、小林祐希選手の獲得についてです。ちょうど前回の動画で小林祐希選手がヴィッセル神戸からコンサドーレに加入するんじゃないかっていう、まだ報道段階の時点での動画を上げさせていただいたんですけど、まあ、本気地通りですね、小林選手がコンサドーレに加入することになりました。おめでとうございます。まあ、これはね、今のところだいぶ大きな補強の一つなんじゃないかって考えていいと思います。コンサドーレに入団することになりました小林祐希です。タイトル獲得のために自分ができることを一生懸命やりたいと思いますので、よろしくお願いいたしますと。ポジション的にはボランチで高峰が抜けた補強として入ってきたと思うんですけど、ヴィッセル神戸では牧野選手とか武藤選手とかと結構仲がいいようで、まあ、あとツイッター上ではね、コンサドーレだったら、まあ、駒井選手がね、小林選手が来るのを喜んでて、まあ、それに返信するという形で答えてもいたので、まあ、同い年コンビ同じボランチということで、この2枚に特に来年のボランチは頑張ってほしいところですね。続きましてはこちらですね、岩崎優斗選手サガン鳥栖へ完全移籍のお知らせ。まあ、岩崎選手はコンサドーレからだと湘南ベルマーレ、ジェフユナイテッド千葉、サガン鳥栖、この3チームに期限付き移籍をした選手なんですけど、だから2020シーズンからコンサドーレは一旦離れている選手なんですけど、まあ、そのままサガン鳥栖に移籍するという形になりました。結構サガン鳥栖では32試合にも出て、得点も2得点上げてっていう、結構実践経験は積んでる形ですね。この度サガン鳥栖に完全移籍することになりました。札幌にいた時間が短かったにもかかわらず、遠く離れていても僕のことを応援してくれているサポーターの方がいてくれたことを嬉しく思います。札幌での経験があったからこそ今の僕があると思うので、これからも自分らしく目標に向かって頑張っていきます。ありがとうございました。うん、そうですね、離れてからもやっぱ岩崎を戻したらどういうフォーメーションができるみたいな論争っていうのは札幌の中であったので、まあ、川合隆二さんも言ってましたけど、結構いろんな人に愛される選手だったなと思います。サガン鳥栖ね、結構札幌よりは上位の順位でフィニッシュしてるイメージのところなので、まあ、かつ岩崎選手も行ったことによって、まあ、さらにね、ライバルチーム、また倒さなきゃいけないチームが一つ増えたかなっていう印象です。サガン鳥栖でも岩崎選手頑張ってください。続いてはこちら、井川空選手ファジアーノ岡山への期限付き移籍のお知らせ。井川空選手は北海道の出身で、ユースから入って筑波大学を経由してコンサドーレに加入したという、まあ、ユース育ちの選手ですね。まあ、加入1年目だったわけですが、まあ、なかなか試合には出れず、リーグ戦は1試合も出れず、ルヴァンと天皇杯で合計5試合の出場ということになりました。まあ、最近ではね、YouTube の西大吾チャンネルに出てたことで有名ですが、まあ、出場機会を求めてのレンタルという形になったと思います。本人コメント、この度ファジアーノへレンタル移籍することになりました。プロ1年目は結果を出すことができず、ユースの頃からお世話になり、大好きなこのクラブを一度離れることになり、悔しい気持ちでいっぱいです。そんな中、1年を通して僕のことを応援し続けてくれた家族やサポーターの皆様には大変感謝しています。応援してくれた方々には今後の活躍を通して結果で恩返せたらいいなと思ってます。一度このチームを離れますが、来シーズンも僕のことを温かく見守っていただけると幸いです。まあ、ファジアーノ岡山は今年プレーオフにも出場した、まあ、結構ね、毎年強いですね。 J2 の3位かな、今年一番強かったかな。だからなのでね、まあ、非常にいいチームだと思います。金山、元札幌の金山選手もいるしね。まあ、ということで来年はね、このファジアーノの井川 VS 津江金沢の小次郎っていう、まあ、コンサ若手レンタル対決みたいなのが見れるんですかね。まあ、ホーム&ウェイ2試合あるんで、ちょっとここは出場に注目したいところですね。そして最後にして割と最大のこちらですね、興梠慎三選手期限付き移籍満了のお知らせ。まあ、興梠選手については、まあ、シーズンが終わった時点で、まあ、かなりレンタルバックっていうのを、まあ、私もこの動画上げさせていただいたんですけど、まあ、割と濃厚なんじゃないかって噂がありながらも、まあ、まだ公式とかからは何の発表もなくっていう形で、まあ、ついに今回ようやく発表されたという感じですね。それで、まあ、結果は浦和に戻るという形でした。まあ、これは結構大きなニュースになりまして、スポニチの方でも紹介しましょうか。札幌に期限付き移籍の興梠が浦和復帰、札幌が好条件提示も、現役生活最後は愛着あるクラブで、札幌に期限付き移籍している元日本代表興梠慎三が浦和に復帰することが決定的となった。まあ、これはもう決まってます。
両日にも成績発表される見込み。複数の関係者によると、札幌側は来季もプレーしてもらうべく好条件を提示したという。しかし本人は現役生活を浦和で終えたいと考えており、愛着あるクラブに戻ることを決断。来季から指揮を取るスコルツ監督のもと、2年ぶりに浦和のユニフォームに袖を通すこととなる。はい、ということで、まあ好条件を札幌もね提示したらしいんですが、まあそんな金あったんだっていう感じなんですけど、まあ残念ながら浦和に戻るという形になりました。まあ浦和レッズの新しいユニフォームの発表と同時にコルキ選手のレンタルバッグっていうのが発表されたという感じでしたね。ちょっとね、あのスゲさんがインスタでフライングしたみたいなの話題になってましたけどね、まあ、そうですね、コルキ選手っていうかなり日本サッカーの中でも、まあ、偉人といいますか偉大な選手がこの1年間だけでも北海道コンサドーレ札幌にいてくれたこと自体がすごい感謝に値することだと思いますし、まあ、2桁得点は取れなかったということなんですけれども、まあ、出場試合出場時間の中で通算5得点ですねという結果も生んでくれて、まあ、特にサンフレッチェ広島戦のあのゴールとかはストライカーらしいゴールだったなとも思いますし、まあ、かなり後輩にもいい影響を与えたんじゃないかなと思います。ということで、コルキ選手がやっぱ札幌にいてくれたことは今後の札幌にとっても偉大な財産だったかなと思います。コルキ選手ありがとうございました。来年浦和レッズと試合するのはすごい楽しみですね。まあ、コルキ選手試合に出てほしいですね。今浦和のフォワードって結構私のイメージは結構いるイメージ、ユンカーとかね、なんですけど、まあ、スタメンでなくても途中出場でも、まあ、ぜひ出場して戦い合いたいなと思います。コルキは貴重な点も決めてくれたし、いてくれなかったら降格してたかもしれない。若手は本当のセンターフォワードを間近に見て学ぶことが多かっただろう。これで何も学んでなかったらプロとしてやっていけないな。タイカ次はお前だぞ、掴み取れ。はい、まあ、コルキ選手が抜けた穴っていうのをどう埋めていくかっていうのが今後の札幌の課題点だと思うんですが、まあ、まだセンターフォワードの補強っていうのは新加入の大森選手以外は何も発表されていないっていう状況ですね。まあ、逆に言えばこれが中島大香とかそこら辺の出場機会が生まれるチャンスにもなるので、まあ、しっかりアピールして頑張ってほしいところです。まあ、個人的にはもうキム・ゴンヒ選手を、まあ、割と60分70分ぐらいは使ってほしいなと思うところですが、まあ、センターフォワードでフル出場するっていう選手が自体があんまりいないのでやっぱり補強は割と必要なところかなとは思います。フォワードとディフェンスはもちろん補強しますよね。フロント3、まあ、三上さん曰くなんかラジオで言ってたんですけど、まあ、あと1枚ぐらい補強はするつもりみたいな、まあ、それがフォワードになるのかディフェンスになるのかっていうのはちょっとまだ不明ですが、まあ、どっちも必要ではあるんですが、まあ、ディフェンスは今年のままで行くのかなともちょっと思いますけど、まあ、ただ怪我人が出てた時にどうするかっていうのがそこが心配なところですね。まあ、そう考えるとディフェンスよりはフォワードの方が人数が足りてる気はします。あとチアゴ・サンタナさん毎回動画で言ってますけど、あのまだ待ってるんでチアゴ・サンタナさんぜひ札幌へどうぞ。コルキ今見たら体引き締まっててマジで1年間リハビリに来たんじゃないかって思っちまうぐらい今がベストコンディションに見えるリハビリに来たわけではないと思いますが、まあ、来年ね、そう ACL ありますからね、決勝しかも埼玉スタジアムであるみたいなんで、まあよくて映画あれば見に行きたいですけどね、コルキ選手の活躍っていうのを。コルキありがとう。島福寮に洗濯機やソファー寄贈したりとチームのために尽くしてくれて感謝しかない。そんな行動も若手にいい影響になりそうだったし本当にありがとう。引退まで思い残すことなくプレーできるように応援します。まあ来シーズンコルキ選手37歳ですからね。37歳、センターフォワード、まあもうそろそろ引退を考え始める確かに時間なのかなとは思いますけど、まあただ彼のプレーを見てるとまだ全然元気でできるなっていう、まあ、かつ J1 でできるなっていうプレーぶりを見せてくれてるので、まあ来年再来年その次と、まあ、あと3年ぐらいはコルキ選手を J で見たいなと思います。第5チャンネルでコルキさん送別会スペシャルをお願いします。お願いします。いや、コルキさんね面白いんですよ本当。第5チャンネルの動画出てくれる時、またあのバーベキューやったメンバーでコルキさんの送別会スペシャルやってほしいですね。はい、ということでこのチャンネルでは北海道コンサドーレ札幌についての情報を提供しております。よろしければぜひチャンネル登録お願いします。それでは。